まして、今日は妹弟子の浅野遥香さん、そして私浅野京子で、一生懸命この一番街こんね祭り、このステージ皆様に喜んでいただけますように、一生懸命頑張りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。実はですね、本当の兄弟ではございません。私たちは宮崎の生まれなんですが、東北は秋田で内弟子という形を取りまして、民謡の修行をいたしました。で、私たちの師匠が秋田民謡の大御所浅野梅若という先生で、その先生のもとにお互い6年間住み込みで修行しまして、民謡の勉強をいたしました。普段は民謡歌手をさせていただきながら、また宮崎にこうして浅野という名字をもらった2人が揃いましたので、こうやって2人で歌う時には民謡デュオフワレという形でさせていただいております。今日はパンチのある歌声を持つ浅野遥香さんと一生懸命頑張らせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、まず1曲目はですね、遥香さん、はい、芋から僕と、やっぱり私たち宮崎で生まれて、はい、スッと入ってくる曲ですよね。そうですね、こういう賑やかな世界にはぴったりのね、そうですね、はい、はい、それではせっかくにぎやかいお席ですから、淡々と進めましょう。はい。今度の曲は浅野遥香さんの18番と言ってもいい曲でございます。12歳で秋田に参りまして一生懸命頑張りました。その頑張った甲斐もありまして、たくさんのタイトルをいただき、17歳で、東京の武道館で行われました日本郷土民謡協会全国大会で内閣総理大臣賞をいただいた曲でもあります。秋田県の代表する民謡で、婚礼祝い歌、秋田長持ち歌、お付き合いください。
選かつらをもう一度お付き合いいただきました。それでは私に代わりまして、やはり民謡歌手の歌声、今度は浅野遥さんに、もう歌謡界ではですね一番の大御所だと思います、この方北島三郎さんの今日の曲にぴったりだと思います、祭りお送りいたします。どうぞ。Thank you.
ましてありがとうございます。ありがとうございました。何か一言。そうですね、ごめんごめん。本日は一番前のこの素晴らしいお祭りに本当にお招きをいただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。まだまだこれからも日々精進を重ねまして、皆様に素晴らしい曲をお届けできるように頑張りたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。浅野春子と浅野京子、忘れないでいてください。どこかで皆様とお会いするときに声かけてください。はい、それではですね、最後の締めの曲となりました。何にしようかなと遥ちゃんと1週間前から決めてまして、やっぱりこの曲しかないねということでこの曲です。日本で一番おめでたい民謡です。最近はちょっと暗い事故のね、そういうニュースもありますが、それも吹っ飛ばしますんで、秋田大黒舞おめでたい民謡です。お願いいたします。どうですか、先ほどの祭りも含めて、ここの会場 の抜け感はどうですか。いや、とてもアットホームでね、楽しい、私はお祭りだったと思います。皆さんがたくさん拍手くださいました。とても記念に残るステージの一つです。あ、はい、一つですね。もうこの一番ですね。ありがとうございました。そうですね、やはりこのもちろんここのお祭りなんですけれども、はい、多分お客様はいろんなところから来られている。その割合が高い方なのか、そうですね、さすがはもう街中ですので、私も本当にありがたいという舞台をいただきまして、本当にありがたいなと思いました。この後のどちらかでこう演奏や舞台をされるという予定はありますか。はい、どうぞ。いいかな、8月6日でしたね。フローランテで、はいはい、夜歌わせていただきますので、ちょっと時間はまだわからないんですが、8月6日夜ということだけ決まっております。フローランテで、はい、またよろしかったら、ランタンがすごく綺麗なんですよ。あ、なるほどですね。本当に綺麗なんですよ。いいですね、今日は提灯で、今度はランタンで。そうですね、はい、また花を持ってやらなきゃいけないですね。私の持ってた。あ、本当ですね。本当です。そうだね。ありがとうございます。ありがとうございました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 。民謡デュオ。はい。ふわり、浅野京子さんと浅野静香さんでした。どうもありがとうございました。はるかさんです。